こんばんは、まゆきつの野村です。こんばんは、本日も、インスタライブ始めさせていただきたいと思います。本日はですね、スペシャルゲスト、いや、スペシャルゲストかどうかの話ですけど、はい、はい、スペシャルなゲストにお越しいただいてますので、時計ジャーナリスト、白田さんにお越しいただいてます、はいはい、どうも皆さんこんにちは、こんばんはか、こんばんは、こんばんはですね、クロノス日本版編集長で、はい、まあ、時計の、まあ、自称ジャーナリストの広田正幸です。どうもよろしくお願いします。いや、そう、でもなんかそのこの店ができるときに、じゃあなんかね、その間口広いじゃないですか、だから、じゃあそういうことのお手伝いするんだったら、なんかちょっとなんかやりますぜっていう形で今日になったわけですよね。 ありがとうございます。ですよね、そうですね。で、今日のお題は、まあ、IWC についてと。ですよね、はい、あのオールドインターでございます。オールドインターですね、はい、まあ、そうですね、世代的にはもうインターですよね。インターですね、うん、そう、 IWC なんて言い方はしないまあ言うと怒られるんですけど、ね、インターって言い方ですよね。ですね、はい、あのやっぱりね、若いお客さんにインターって言っても通じなかったりするんですけどね。ですよね。まあ、インターみたいな。そうだけど、まあ、あの、まあ、その IWC インターって、まあ、昔のもの、まあ、今のものも素晴らしいですけど、昔のものはすごく好きで、まあね、僕ら、まあ、結構なんかそう、一般教養ってあれですけど、結構そのアンティーク行くときにやっぱり IWC インターって今日通りますよね。通ります。ですよね、はい、間違いなく。ですよね、はい、まあ、特に僕なんかの世代ですよね、まあ、40代後半50代だと、もう確実に機械式時計の復活といえばもうインターみたいな。あ、そうですよね、うん、ところがあって、やっぱり機械式に興味持ったの何かっていうと、やっぱりインター。あ、まあ、そうですね、うん、まあ、ダヴィンチ85年とか60年ですね、はい、永久カレンダーのダヴィンチとか、もうあの辺が出た時に、僕多分80年代後半ぐらいに雑誌かなんかで見て、すげえ、こんなのこんなのあるんだ。そうなんですよね、めちゃめちゃ憧れましたよね。まあ、当時僕高校生とかだったので、はい、まあ、当然手の出る金額じゃないと。まあ、そうですね、うん、はい、なんでもう憧れだけで、いつか欲しい、いつか欲しい、うんうんうん、あ、でもなんか質屋さん行ったらなんか1万円台からあるみたいな、うんうんうん、そういう感覚から、まあ今日してるの30年ちょっと使ってますけど、8541313131か31ですね、31ですね、まあ、この辺のやつが、まあ、当時は質屋さんとかにゴロゴロあった時代ですよね、はい、まあ、これを買ってで、より沼にはまっていく感じ、うん、になっていく感じですよね。僕はまあちょっと世代的に後になるんですけれども、でもまあやっぱりその昔その機械式時計に興味持った頃って新品ってほぼなかったんですよね。なかったですよね、うん、まあ、オリスがあるぐらいみたいな感じで、まあ、スピードマスターがあったりとか、まあ、IWC のダヴィンチぐらいが出てきて、まあ、すごいなって思ったけど、まあ、買えるわけもなしってなると、まあ、やっぱアンティークを見るようになった。で、やっぱりアンティークの良さってやっぱ長く使える、丈夫である、治る、しかも正確みたいな感じになると、僕は必然的に昔の IWC オールドインターに流れちゃったんですよね。だからそこは僕は全然変わってないですね。まあ、でもそうですね、基本的な考えみたいなのはもうそのまま来てる感じもありますよね。ですよね。だから、うん、だからやっぱり IWC の設計者とかと話するとやっぱ考え方、うんうん、丈夫で長持ちで正確っていうところのものはやっぱり昔も今も変わってないなって思うんですよ、うん、まあ、でもそれは確かにそうですね、一貫してる部分というか、ですね、うん、まあ、やっぱりなんとなくドイツっぽいというか。そうですよね、うん、まあ、ドイツ語圏の人が作ってるなっていう、そういう感覚はすごいありますよね。だからまあ僕もだからオールドインターは結構好きで、まあ、今でもすごく好きで、うん、まだ数本持ってますね。おお、なんか嬉しいな。そう、892本と831本か。おお、まあ、今日ちょっと付け忘れてきたんですけれどもあのやっぱりいいですよ。あのやっぱり40、まあ、その戦前の83とか、まあ、まあ、あそこら辺はすごく傑作ですけれども、うんうん、まあ、個人的には弾数が多くて、あのバチバチに整備して直って普段使えて楽しむっていうと、まあ、個人的には89、うんうん、あるいはその自動巻きの85系、はい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 、まあ、85はちょっとマニアックすぎるけど、852もちょっとマニアックかな、853とか4とか、うんうん、まあ、
のあたりは抜かりないですよね。いやまあ本当にまあ85、まあ実用で考えればね、やっぱり3141、まあその辺のあたりの方がまあより改良されてて、まあね、気を使わなくていいっていうことですよね。8531、8541、まあ日付付きですよね。そうですね。まあその辺の系統を買ってもらうとより安心感みたいな。ですよね。でまあね、ファイヤーキッズさんみたいな、まあちゃんとしたところでバチッと直った個体を手にすると、アンティーク初めての人たちにとっても結構いいんじゃないかな。だから個人的に僕も思うんですけど、じゃあ例えばアンティーク欲しいけどじゃあ何買えばいいんだってよく質問を受けるんですよ。で普段使えるって考えたら野村さん何を勧めます？もう正直な話、もう最初はロレックスかオメガにしとけばいい。そうですよ、ね。だからそこ引っかからない人何行くのって言った時にやっぱりインターですよね。まあそうですよね。正直自分の経験則で言うと、この IWC を買って、IWC って気づいてもらったことが10年なかったかな。そうですよね。ただやっぱりロレックスしてれば、あロレックス、まあそうですね、あオメガ、あいい時計してんねっていう話にはなるけど、引き体のインターしてて人に褒められたことないみたいな、はい、まあ、僕なんかグッときますけれども、そう、ね、今になって思うとだからいいんだよと、そうだからいいんですよね。そうだからいいっていう、そういう感覚って結構強くあるんですけど、まあ最初ねやっぱ人に褒められたいっていう気もねやっぱり少なからずあるんで、まあその部分でいくとやっぱりロレックスオメガっていうのはまあ二強なんでしょうね。まあそうですよね、で、まあ、そうでない人がまあ間、まあ、オールドインターとかジャガー行ったりとかですけど、でもまあ個人的にまあ例えば機械とか、まあ、その普段使えるってことを考えると、じゃあ例えば個人的にはじゃあロレックスの1570を乗せた、モデル、オイパペとか、あとはそのオメガの550、560あたりを乗せた、まあ、シーマスターとかクロノ、シーマスターとかコンステとかですよね。別にまあそこら辺も別にシーマスターノンクロノメーターで全然いいと思うんですけど、あとはまあペラトン乗せた、まあ、IWC の、まあ、自動巻き8531とか、8531あるいは8541ぐらいですよね。まあやっぱりね安心して使えるですよね。もう安心して進められるし、自分が使っていいなっていう体感もあるので、まあ、そうですよね、まあ、大体でだからここら辺で大体外れがないない、でしかもちゃんとしたお店でちゃんとしたものを、まあ、買っとくといい。あとは部品多いじゃないですか。そうなんですよね。そこ大事ですよね。なんか割にそのなんかアンティークでレアものを追求した人は確かにそれはそれで素晴らしいんですけども、で仮に壊れた時のことを考えると、まあ、部品あるのは強い、って考えるとやっぱそこそこ作られたメーカーのものってやっぱいいですよね。いいですね。ロレ、オメガ、インター、マリクルトとか、もう間違いなくいいですよね、だからもう本当に1本目からレアなのっていう人も結構いるんですけど、まあそうですよね、まあ、最初そこじゃないんじゃないっていうところも逆にありますよね。まあ、個人的にはだからその60年代ぐらいの8541を入れた自動巻きのスクリューバッグとか、まあヨットクラブとか、まあそこら辺とか使ったりするとまあいいんじゃないかなっていうことで今日出てきました。そうですね。8541系のやつは、今回あれですね、89ヨット。あ、また珍しい。珍しすぎる、ちょっと、ね。ちょっと珍しすぎる。そうですね。これちょっと見えます？ 89 ヨット。89ヨット。89ヨットですね。はい、89ヨットです、はい。手巻きのキャリバー89をヨットクラブのケースに収めたモデルです。で、ヨットクラブは何が普通のモデルと違うかっていうと、ムーブメント全体にその周りの外周にラバーのそのショックアブゾーバーを入れて、ショックを吸収すると、まあ、今でいう、まあ、G ショックの先駆けみたいな構造を持ってる時計ですね。まあやっぱり防水性能の部分と対衝撃性、まあ、やっぱりそこクリアしてるとね、本当初心者の人にはいいですよね、絶対おすすめできる。で自動巻きが普通なんですけど、これは手巻きの89が乗ってるってことで、まあちょっとあれですよね、まあかなり1つ目はハードル高いかな、高いけど、まあ、79万8000円っていうのは、まあ、その価値を考えたら、まあそうです ね、しょうがない。こ
それはこちらは珍しすぎますよっていうコメント来てます、ね、あ、そうですよね、あの、そうですよね、ハチキューヨットに反応する人はやっぱガチです、ね、まあ、ガチだガチですね、ヨットクラブの中でもハチキューヨットに反応できる人はガチです。あとね、いや意外と僕これいいなと思うのはこれ 666AD、うん、ですよ ね、 ですね、はい、インジュニアの、はい、これです、8531 8531 666AD はいいぞみたいな。今コメントでいただいてるんですけど、はい、8541B ムーブを搭載したインジュニアのジャンボは数少ないし、いつかは確かに、まああれですよね、あのジェンタデザインのやつですよね、うん、そう、まああれすごくいいんですけど高い高い高いあとね物がない、そう、もう久しく見てない感じですよね。って考えるとまあそのまあ666AD か8531載せたやつ、まあ、あるいは853を載せた 666A、 あるいは8541を載せた866とか、このあたりはね実はすごくいいですね、うん、まあ、もちろんインジニアとか特殊なタイプでなくてもいいんですけどね、うん、そうですね、うん、まあ最初1本だったらまあ防水性能があるっていうところと、うん、まあそうだな、もうインターの場合だと文字盤が綺麗なのを選んでもらうと、そうですね、いいはいいですね、まあこれなんか結構あのやれたすごい色の雰囲気が良かったりはするんですけど、この辺は結構好み分かれま す、 で、 す、ね、でも全然いいですね。インジュニアって本当文字盤そのものが鉄でできてたりとかするので、まあ、劣化する場合があるんですけど、まあ、そこでちゃんとしたものを選んでおけば大体幸せな気持ちになれるかなと。で、まあ、機械に関しては、うん、まあ、基本的に言うと、まあ、あの直せばバチバチに直るので、うんうん、そうですね、少なくとも店に売ってるものであれば、まあですね、そうですね、かっちり直してあるから、ぜひそれはわりかし結構僕はあのヤフオクラバーですけれども、ヤフオクとかでやると、ね、地雷はすごくいっぱい踏みます。マジでそれは ね、もう正直自分もかなり失敗したこともあるので、ですよね、まあそうですね、あの変な話ですけど、うん、まあ、あの個人ディーラーをしてたこともあるので、はいはいはい、まあ、お店が買ってくれないやつをヤフオクに流したりっていうのは結構、はいはいはい、まあ当たり前の世界なんで、ね、まあ、ですね、ありますよね、お店が買えないやつが出たりとかっていうのは正直あります。まあ、確かに稀に掘り出し物はあるけれども、まあ、そこに至るまでにはあの死体の山、うん、あれゾンビを引かなきゃいけないのでそれを考えると、まあ本当に、まあ話しましたけど、まあ、ロレーの1570とか、うんうんうん、まあ、オメガの550、560とか、まあ、インターの89とか85系、853、3141とかを買っ、まあ、ちゃんとした店で買っとって、バリバリに直して使うと結構いい、すごくいい、うんうんうん、まあ、ただヤフオクで死体を踏んじゃっても、まあ、安いっていうものはありますけどね、まあ、ありますね、うん、まあ、もう一本買うかぐらいの気持ちで、そうですよね、挑戦するっていうのもあり、のもあり、だけどね、マジでね、治らないやつがあるんですよ、もういくらねお金突っ込んでも治らない個体とかがあって、うんうんうん、まあ結局ね、ジータがダメだとっていうのが一番ですよね、ですよね、まあ、でもね、そういう難題をやっぱりそういう風に流しちゃうんで、ですよね、だからね、やっぱそこの部分、特に IWC のセンターセコンドとかって、まあ、あの秒間の横からこうバネで押さえるタイプなんですね。1938年かな、ロジエル・ピュゾーという人が開発したやつなんですけれども、まあ、これ結構ね、あの結構これがガバガバのやつがあったりとかするんですよ。だからまあそう考えるとちゃんとしたものを入れた方、あとね2番車の下のね、ジータのところに石入ってないじゃないですか、はいはいはい、じゃないですか、そこですよ ね、 ね、そう、まあ、昔はだスピード遅いから別にあの石いらないって話なんですけど、そうすると結構ガバガバになる、うん、まあ、あの本当インターなかなか壊れないん で、 で、ね、もう本当は20年30年オーバーホールしてないよなんていう風な感じで使っちゃう人は使っちゃうんですね、うん、ロレックスの1570とかと同じで、もう全然オーバーホールしなくていいよみたいな感じで、ジャーンって開けたらもうすごいもう金属ババーンみたいな感じのやつすごいいっぱいあるもう当たりみたいなですよ、ね、あともう一つはこれ、これかな、88、あ、これいいっすね、88、これなんか本当面白い個体で、まあプロが食いつく顔で一般の人が食いつかない、うん、そうですよね、そうですよね、あのアラビア数字の全フルアラって結構そのプロが食いつく感じですよね、そうそう、でビッグケースですよね、うん、
まあ40年代後半でこのサイズ感ってね、ないですよね、なかなかないんで、まあプロからするとこんなの出てきたよって感じになりますよね、うん、みんなプロはみんな気にするけど、うんうん、一般の人はあんまり気にしないで、だからそのフルアラビアだと例えばアイダウシの83とかだったら結構あるけれども、サイズがちょっと小さいんですよね、うん、そうですね、戦前のヘルメットケースとかって、うんうん、戦後に入るとやっぱアメリカ市場がやっぱすごく伸びるので、そうするとやっぱ大きなケースみたいな感じになって、うん、これはかなりその珍しい、かなり個体ですね、49万8000円なり結構魅力的ですよね、うん、いい値段なんだけど売れないんだよなっていうのがこういう、まあそうですよね、プロ好みな、そうなんですよ、まあプロ好みって結構なんていうのかな、結構スタッフ間で あこれ取ったみたいなのがありますよ、ね、いつまでもいるみたいな、ですよね、あれ旅立たないの君みたいな、そう本当この子はもうそうですよ、まさにこれは完全にあの一部の人にはすごく刺さる壺系の時計ですね、うん、いやこれなんか売れないんだろうな、いいっすよね、うん、でいつも思う、毎朝のように思うでも今ファイアキッズさんってそのまあオールドインターとかって今あと他にいくつあるのか、1、2、1、2、1、2、3、4、5、6、5、あ、ありますね、結構ある、はい、まあただね動きが早いあ、早いんですか、結局早いんですか、ちょっと嬉しいですね、ちょっと嬉しいですね、結構ねよその店聞いててインター動き悪いよね、えっあれうち売れてんのみたいな、まあ結局接客する人が好きだと売れるんですよね、まあ、そうですよね、うん、まあ物の良ささえ伝わればそうですよね、うん、っていう時計なんですけど、なぜお前はずっといるみたいな、ということで今回の推しは88手巻きでございます、ビッグ、しかもビッグケースはちょっと珍しいぞ、うん、そして89のヨット、これいいっすね、個体ブルー、しかもブルーブルー、89ヨットは持ってると、まあ、オールドインター好きからするとあお前分かってるなっていう時計かなっていう感じ、うん、コメントで、はい、ファイヤーキッズさんで購入したインターのテレビケースを妻が愛用してます、インター、妻がインター良い時計です、テレビケースってことはあれか、8541が入ったやつかな、ですね、ですね、8541のブルー3連ブレス、あーまた女性がしてたらもう二度見しちゃいますよね、ですね、うん、いや本当嬉しい、8541入りのテレビケースとか、まあ、僕も昔持ってましたけど、友達に頼まれて譲っちゃいましたけど、ちょっとね手放したの後悔してます、うんうんうん、あとねインターの自動巻き何がいいかっていうと、とこれはすごく声を大にして言いたい、インターの自動巻きは巻き上げ効率がいいんですよ、うん、いい抜群、抜群だ、今の人がデスクワークでジャン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 使ってもいける、なんでかっていうと今の IWC の、まあ、現行モデル、例えば、まあうん、ポルトギーゼのロングパワーリザーブのやつとかに使われてペラトンの設計って、うんうん、ここら辺と同じなんですよ、まあ、基本設計変わってないですよね、全く変わってない、うん、そのままの設計で、そのままの設計そのまま転用してるので、昔の人と今の人って腕の動かす量が全然違うんですよね、だから巻かないんですよね、だから昔の自動巻きってね、あの気をつければ全然巻きますけれどもっていうものでなんですけれども、インターに関して言うと今の基準で使っても全然動く、うんうん、もちろんちゃんと直した個体に限ってですけれども、うん、そこはあるので、だから結構初心者の人、まあ、ロレックスとかオメガとか、まあ、グランドセイコーとかもそうですよ、うん、バンバン巻くっていうことで女性がつけてもすごくいいです、実は、だからその女性がつけるアンティーク その入り口としてもありかな、うん、ありかな、女性も一本ありますもんね、ありますね、あとは41がこの間売れて44が今度入ってきます、はい、また渋いところ渋いところ来ますね、4144とか、そう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 、まあまあ本当にね、女性でそういうの探してる人とかって、あやっぱりちょっとシンプルな、うん、もうカルティエとかじゃない、うんうん、ロレックスじゃないっていう人がね、うん、来るとなんかすごくこっちが嬉しくなっちゃう感じがありますね、インターの女性もやっぱりそのね、設計したペラトンさんって人はやっぱりそのお女性用も精度が出すような感じの設計にしたので、自動巻きも巻くし、うん、手巻きも精度が出るしってところで、実は
女性用のモデルの中では結構穴、うんうんうん、かなみたいな。でもレディースこそ設計の差が出やすいですよね、うん、ですよね、うん、まあこう言っちゃあれですけど、オメガのレディーマチックとか巻き上げ悪いなとかっていう機会は結構あるんですけど、うんうんうん、まあ、ロレックスはやっぱり巻きますよね、うん、そういう部分でいくとやっぱりレディースのインターは実は優秀ですよね、うん、実はかなり優秀。オメガとかって結構自動巻きのそのね、その設計で結構こう紆余曲折があったっていうか、まあもちろんね、その時点で完成度高かったんですけど、よりこうしようみたいな感じで発展していったんですけど、インターの場合って基本的にまあ8号自動巻きの8号が出た時点でもうドンピシャに完成されてたから、結構その後も変える必要がなかった、うんうん、そうなんでしょうね。だから41ってすごいちっちゃい機械なのに、うん、本当に巻き上げいいなっていう。そうですよね、精度も出るしってこと、うん、ちょっとワインダーでも全然問題なく巻き上がるし、多分女性の、まあ、アクションが少ない方でも巻きやすい、うん、すごくそれは思いますね。しかも値段帯的に安いんですよ ね、10万前後ぐらい出ちゃうんで。そうなんですよね。でもまあそこら辺の場合って正直なところそんなにね、その高い値段じゃないから、うんうんうん、ね、あんまりどこも扱いたがらないですよね。そうなんですよね。扱いたがらないんですけど、そこはあえてやりたいなっていう。ですよね。うん、そこはやっぱファイヤーキッズさんらしいですよね。そういう、まあやっぱり機械好き増やしたいですよね。うんうん、そうそう、うん。そういう部分がやっぱり強くあるんで、まあそういうのも積極的にやっていこうと。ですよね。うん、いう部分で結構ね。まあどうでもいい話。さんも興奮するような時計もいろいろであると思うんで。そう、いっぱいあるんですよね。ちょっと今日脱線するわけにいかないんで、まあ、またお邪魔したいです。僕ちなみにどうでもいい話なんですけど、僕クロノスの編集長やってるんですけど、まあ、時々、まあ、他の媒体でも書いたりするんですけど、まあ、こういうのも書いた。うん。書いた。読みましたよ。ありがとうございます。すごいな。よく調べたな、ここまでみたいな。ありがとうございます。まあ、よその媒体ですけれども、まあ一応こういう形で、アンティークの、まあインター好きなので、結構まとめて書きましたので。うん、でもここまでまとまってるインターのについて解説してる本ってないですもんね。どうなんでしょうかね。でも、まあ、まあそれぐらい魅力があるっていうこと、うん、いや本当ね、この本読んで、あ、すげえなこの取材力、ありがとうございます、よくここまでっていう、ありがとうございます。え、広田さん年下なのすごいなと思って。いやいや、まあ、全然、まあ、もう本当にもうインターはそれぐらい魅力があるってことで、まあ、機械好きだったらやっぱり1回は、まあ、1回とは言えず2回3回4回5回6回7回ぐらいは通ってほしいですけれども、まあ、そういう時計ですよね。いや本当そういう時計で、そう、30年前買って使ってる時計ってこれとロレックス GMT、うん、まあ、どっちかなんですね、うんうんうん、もう最近 GMT がでかすぎて使えなくなって、傑作ですけどね、うん、傑作なんですけどね、まあやっぱりインターしやすいな、まあそうですよね、うん、まあ本当正直30年で3回くらいしかオーバーフルしてないんですけど、あ、はいはいはい、まあそれでも全然ガタ出てないみたいな、うん、IWC の例えばそのまあね、今回時間ないからあんまり話せませんけど、例えばじゃあ8号系の自動巻きとかも鋼箱にそのアルミ硬化処理したアルミとか使ってたんですよね、はい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 、で、できるだけ軽くしてそのパフォーマンスを上げる、だけどそのアルミだと柔らかいからその硬化処理を施すみたいな感じで、やっぱ IWC の偉さってやっぱ部品をちゃんと硬くするっていうのをやった、うんうん、もちろんあの時代のアンティークってまあ総じてそうなんですけれども、やっぱり IWC のペラトンの爪がやっぱ摩耗しにくい、本当にねガリガリのやつは使い切っちゃったやつありますけれども、うんうん、基本的に摩耗しにくいっていうのはやっぱりそうですね。 部品の硬さ、ケースもそうなんですけど、まあ逆に、まあ、30年な全くノーメンテで使い続けてましたみたいな答えはもうやっぱり直しようがないから、まあ、そうですよね、いやもう一本買った方が安いよみたいなのもあるんですけど、まあ、ちゃんとあのポイントさえ分かってるから、仕入れる時には、まあ、ここ、うんうん、この状態だったらもう間違いなく大丈夫みたいなのはあるんで、まあやっぱり失敗のない時計、そうですね、うん、まあ本当にそういう感覚は強いですね、まあ、だからまあその正直面白みがすごくあるっていうわけではないし、レアものが見つかるっていうものでもないですけれども、でも、うんうん、
まあ、探せばこういうのももちろんありますし、あとまあやっぱりあの時計としては全然信頼できるので、アンティークって分かんないなって人はとりあえずファイアキッズさんのところに来てオールドインターを眺めて、うん、とりあえず、まあ、一本腕につけてみるといいんじゃないかなというふうに思います。その通りいや本当にね、あのお客さんと話してても、うん、インターの話してると楽しいんですよね、うん、そう、はい、そのくらいの感じなので、ぜひお店でね、うん、そうですね、質問していただけると嬉しい、いくらでもっと、うん、いくらでも話しますよみたいな。今日30分という限定なんですけど、ちょっと時間短くないみたいなそうね、まあ、ちょっとまああのこうそうね、仕事のあれで出すけど、まあ、あのちょこちょこ来てちょっと話はちょっとします。まあちょっとこれ思想コレンタ部分がいっぱいあるので、そこはちょっと改めてまたするかなって思います。まあ、ぜひお越しくださいです、はい、あの本当に結構そのファイアキッズさん、やっぱその僕アンティーク好きだから、まあ、間口を広げるってところにはできるだけ協力したいなとは正直思っていて、まあそういう中でオールドインターだったらそりゃ話すんべみたいな感じでありがとうございます、お邪魔させていただきましたそうなんですね、結局新品の時計から入ろうとすると、まあ今インターの安いラインナップで60万70万じゃないですか、うん、それを考えるとまあ20万前後ぐらいで853とか854入ってる時計ってゴロゴロあるんで、うんうん、まあその辺って本当にコストパフォーマンス高いなと思いますもんね、うん、本当に直せばね一生使えるわけで、そうそうそう、まあ僕みたいにね30年40年まあ多分60になってもしてるだろうなと思うし、うんうんうん、そういう時計がね出会えたら楽しいだろうなっていう、ただまあインターの関してはいろいろあるけれども、うん、まあ、できればほんとちゃんとした店でちゃんと直された答えを買っておくと幸せな気持ちは続きます。続きます、はい、ただ人から褒められようと思ってではいけない、そう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 、もう自己満足の、そうそうそう、まあそうですよね、本当人から褒められようというんじゃなく、もう本当自己満足が重要な部分って結構あるんで、まあ、自己満の極みですよね、極みですよね、うん、もう本当外見そんなに派手じゃないけど中身いいからみたいな、中身がいいからという時計ですね、うん、まあ今日本当にここにある894と、あこれは、ね、まあね、これは見た目も、あの焼く物の中で非常にレアですね、うん、ちなみにちょっとコメントいただいても、はい、894と付属品はありますか、はい、残念ながらこれは時計のみ、まあ、ただね純正ゲイフレアブレスがついておりますんで、まあ本当焼く物にゲイフレアブレス嬉しいかなとかなという感じですね、うん、はい、結構たくさんコメントありがとうございます、すみません、894って珍しいですよ本当に、うん、そう、まあそもそもが、うん、まあヨットクラブでブルーの文字盤で10本に1本ぐらいあったんですよ、はいはい、で10本に1本89ってないじゃないですか、うん、そしたらもう100分の1以下の100本出てきても1本ないでしょっていう組み合わせですよね。だってヨットクラブ買う人ってで手巻き選ぶ人ってよっぽど既読だと思いますよ、うん、そうこれね実はね74年なんですよ、うん、だからもうヨットクラブの後期の方ですね、そうですね最高期ですよね、うん、まあ多分89余ってるのあるから入れちゃおうかみたいな、そんな感じ、そういう感じじゃないかなだと思います、うん、もうやっぱりいやなんか嬉しいな同意してもらうと、そうやっぱ89余ってたから多分最後ぶち込んだ可能性がある感じのもので、だから全然生産個数ね89っていくら作られたのかっていうのはデータとして出てないですけれども、うんうん、すごく少ないとは思います、だってみんな買わなかったですから、まあそうですよね、もう時代的に74年っていうとまあ9月がまあ出始めてちょっと経って、まあみんなスマホにするのにガラケーですかみたいな時代ですよね、そうですね本当に、だからまあそういう意味ではこれは非常にいい楽しい個体だと思います、いいっすよヨット、うん、マジでそうまあそうですよね、はい、89自体がいいもんな、89じゃいいっすね、うん、89また機会があったらいくらでも話します、うん、あとまあこちらの88のビッグもいいと思います、もうこの子はな売れたら寂しくなるんだろうな、うん、いやでもいいですよあの、うん、僕はすごく好きな顔です、がぜんオールドインターに興味が湧いてきました、お嬉しい、 ありがとうございます、うん本当にそう別にここで売れても別に僕一線は関係ないけど、でもね僕はあのそもそも熱狂的なファンなので、やっぱオールドインターが売れるとすごく嬉しいです、マジで結構本当にあのアンティークなんか敷居高くてどうなんだろうって人は本当にあのオールドインターとかすごくいいと思います、そのレアとかそういうものをまず求めるんじゃなくて楽しくいければいいかなと
思ってます。はい、はい、すごい嬉しいすごい嬉しいお言葉いただきました。はい、本当また次回、そうですね、タイミングつけたらちょっと来たいなと思います、はい、ぜひお願いいたします。やりたいですね。はい、本当にありがたいお話いただきました。そうですね、最後にお店の紹介をさせていただきます。まあ、その前に88498489万8000、うん、今あのショッピングローン48回金利手数で無料、はい、1万8000円頭金入れてもらって、はい、月1万円で払えちゃうというのがあると。いい割り方ですね。いい割り方だよ、ね、いやでもこれいいな、自分が欲しくなってくるっていうのはもう、まあね、もう病気ですよね、はい、毎日眺めながら欲しいなって。お客さんに勧めてて自分が欲しくなるパターンが、ね、多々あるんで、うん、自分でも気をつけようと思ってます。はい、まあ、ぜひご検討ください。はい、はい、最後にですね、まあ、お店は横浜に、神奈川区六角橋にあります。はい、はい、横浜駅から、東急東横線で3駅ですね、博楽駅徒歩3分から5分ぐらいという形です。はい、はい、まあ、ちょっとね、懐かしい感じの商店街の中にありますんで、ちょっと探してみてください。よろしくお願いします。ちなみに営業時間が、11時から19時、あとそうですね、定休日が水曜日という形になってますんで、はい、はい、まあ気になった人はもう明日でも電話ください。よろしくお願いします。一応時計好きスタッフがお待ちしております。はい、はいはい、もうインターンの話したいな、したいですね、うん、ちょっと、ね、はい、その辺ぜひインターンの話させてください、はい、よろしくお願いします。そうですね、お問い合わせ楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。で次回がですね11日日曜日、あなたの生まれ年もあるかも、1990年代おすすめの時計参戦。うーん、90年代って難しい時代ですけどね、はい、ちょっとこの辺ね、90年代生まれの方ぜひ、はい、結構ね頑張って仕入れてますんで、よろしくお願いします。はい、であとうちの方ではですね、買い取りもすごく力入れてますんで、インター好きな方インターもぜひお持ちください。一応、うんうん、買っていただいた商品については、1年間8割で買い戻します。買い取りの場合は売り設定、まあうちのお店としては、まあ、50万つけられるかなって言ったら7掛けで、そこからメンテ代を引かせてもらうという高額買い取りもやってますんで、ぜひご利用ください。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、まだ質問があればもう秋津さんのインスタにくれれば経由で答えられることは答えられる、ものに関しては直接聞いてくださいということでした。今日はありがとうございました。そう、今日はこの後で、ね、中川智成さんと飯食うので。あ、そうなんですねすいません、またすいませんがよろしくお願いします、はい、すいません、どうもありがとうございました。どうもご清聴ありがとうございました。またお会いできればと思います。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。